も月城は長野県佐久市にあった日本の城。戦国時代、信濃国の作軍、も月地方の豪族も月市の山城だった。城主角部の標高は780メートル、市街地の標高が670メートル程度であるため、飛行は110メートルほど。主角部の東側は浅い谷日であり、飛行は30メートル程度に過ぎない。 城主角部から南西2キロメートルほどの広さに、主角から3の車までが構築され、南方の市場には語の車までは確認できている。雄大にして、堅固な山城で、腰車や帯車、空堀など整然と構築され、比較的保存状態も良い。歴史は古く、最初の築城は鎌倉時代頃であり、重野市の流れをくむ重野三谷の持月市が本拠地として、 天神城として築城された。中仙台の乱八月に、品野守護の小笠原貞宗は常氏に命令し攻撃、落城したとあるが、餅月氏は滅亡せず、室町時代に新たに餅月城をして築城された。天文十二年、1543年に、武田信玄の猛攻によって陥落するが、餅月氏が武田氏の支配下となることで、城は存続した。 武田氏滅亡後、五宝城氏と一年も牢城戦を行いたい軍を動員していた五宝城法が、兵糧王等の戦費が負担になり、もち氏とは牧をするも、天正十年に、徳川軍の与田信ブによって、作の諸城は攻略され、もち城も一ヶ月半の牢城戦の後に、落城した。もち山城光院もち城6に位置する、総統州の寺。甲州北駒郡第八。 田村清光寺。文明七年、餅月城主、餅月東東美森光久氏の回帰で、餅月次第大の菩提寺。本堂は、京和紀の建築であるが、本尊阿弥陀如来座像は、室町初期の作。餅月氏の祖と称せられる、吉淵の王像は、江戸中期、安永の像像。本堂裏に、室町末期英少年間の宝鏡院等二期がある。 白6まで上司各部まで、ありがとうございます。